そしたら理工学部行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、段落は7つ、そして設問数は20あるんですね。ただそれを全部やってしまうとですね、さすがに視聴時間がかなり長いことになってしまいますので、どれに絞るか考えてみました。皆さんこちら見ての通りでございますが、問いの6番と7番は他の動画でも解説ができますので、この慶応の理工学部ならではということを考えると、この問いの1番から5番、これを最優先で行ってみたいと思います。では頑張っていきましょう。サミさん、第一段落でございます。皆さん、まずここまで読んでいただいてですね、で皆さんその後解いていただきたいのはこの下線部1番でございます。これと皆さん言い換え可能な選択肢をこの見えている 1,2,3,4 の中から一つ選ぶという問題でございます。お願いします。もちろんグレイブですので、深刻なという意味でよろしいかと思います。皆さん、それと言い換え可能な選択肢はもちろん1番シリアスということでよろしいかと思います。で皆さん、2番スモールは小さいで、3番スナッピーは素早いで、もちろん試験中分かんなければ保留で大丈夫ですからね。で4番スニーキーもコソコソすると、だからこれも分かんなくてもグレイブ深刻なというところからもう一発で1番ということでよろしいかと思います。サミさん、続いての問題でございます。今度は空欄1番ですね。この4つの中から正しいものを1つ選ぶというところでよろしくお願いいたします。で皆さん、ヒントですが、多分空所の右側でよろしいかと思います。この辺りですね。つまりその危機に対しての解決策、それを皆さん見つけるために皆さんが素早く動いて、そして必死で解決しようとしてるんですよね。でもちろんそれができるのは危機がうにゃうにゃな状態にあるからですよね。ですから正解は1番ですよね。At hand ということで、手近にあると、身近にあるということでよろしいかと思います。でもちろん身近にあるからこそ解決策を見つけようと頑張れるんですよね。ですからこちらと言い換え可能ということで問題ないかと思います。で2番 at most とせいぜいで、それの言い換えがあればいいんですけども、ちょっとなさそうですね。で3番 at noon 正午で、アットワンス一度に、こういう言い換えが空所の前後にあればいいんですけども、やはりなさそうですよね。サミさん、続いて今度は空欄 A でございます。こちらの問題お願いいたします。デミさん、これは空所の左側ですが、皆さん気づかれていない危機ですね。つまり見た目にはわからないんですね。で空所の右側はキャンサー、ガンでございます。ですから左側はよくわからない抽象的な概念で、右側キャンサー、具体的な話になってますね。ですから抽象具体の関係性、それを示す選択肢がこの中にありますよね。ですから正解は5番ですよね。つまりガンのように見えていない危機ということでよろしいかと思います。で皆さん、まだ第一段落ですが、この問いの5番解けますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。でもちろんヒントはやはりこれと同じですよね。気づかれていない危機でございます。ですから正解は3番ですよね。サイレントだからこそ気づかれないんですね。ですので言い換えバッチリですね。サミさん、続いての段落でございます。さあこの下線部2番と言い換え可能な選択肢をこの4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で皆さん、ハングスという動詞が使われておりますが、皆さんイメージはハンガーでよろしいですよね。つまりハンガーの上の方は固定されているかと思いますが、下の方は固定されていないですよね。ですからハングという動詞は吊るすでございますので、なんかこうチューブラリンの状況をイメージしていただけるとよろしいかと思います。ですから正解は4番の不確実なということでよろしいかと思います。もちろんチューブラリンの状況でございますので、こういうブライト明るい話とか3番の希望が持てる話ではないですね。で2番は悪い運命とか死でございますので、かなり行き過ぎた状況ですよね。でもちろんそういう消去法でやっていただいてもよろしいでしょうし、下線部左側のこの辺りですね、民主主義の将来、それが皆さんこちらにも書いてあるんですね。ですからこの文章をよく読んでいただけますと、ちょうどアンサートンの言い換えがあるんですね。もちろん Be likely to 不定し可能性ということでございます。
可能性というのはもちろん不確実ということですね。確かなものではないわけですから、それで言い換え可能だというふうに考えていただいてもよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。今度は下線部3番ですね。皆さん、これと言い換え可能なものをこの4つの中から選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、カルティベーション、動詞だとカルティベイトですが、土なんかを耕してですね、作物なんかを育てていくイメージですね。ですから、これも純粋に単語の問題ということでよろしいかと思います。ですから、正解は2番ですよね。開発ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。今度は空欄 B にですね、この選択肢の中から選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、空所左側の think ですよね。これにつながるものがありますよね。think ときたら、of か、これですよね。一番 about ということでよろしいかと思います。think about these changes ということで、これらの変化に関して考えるということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。今度は空欄 X なんですが、こちら、並び替え問題お願いいたします。皆さん、これはホワイトボードを使って解説しますね。さあ皆さん、行ってみたいと思います。もちろん、どこから並び替えていただいてもよろしいかと思いますが、まず気づけそうなのは、皆さん、そう、うにゃうにゃざっとの、そうざっと構文じゃなかろうかと。ちょっとそれで行ってみますね。皆さん、こんな感じですよね。で、皆さん、次のステップは、ちょっと皆さん、わかりやすくするために、ちょっと色分けさせてくださいね。で、皆さん、次に考えられるのは、皆さん、こう、B 動詞が一応ございますので、皆さん、このあたりの過去分詞が来るんじゃなかろうかという判断でよろしいかと思います。で、皆さん、熱心にというイーガリーがございますので、そうと求めているという感じでちょっと置いてみました。そして皆さん、エコノミック、これでございますが、もちろん形容詞ですので、後ろは名詞が来そうですね。で、もちろん、経済という話がしっかり書いておりますので、グロースを置いていただきますと、経済成長ということで、うまいこといけそうです。で、皆さん、次のステップですので、またちょっと色分けさせてくださいね。もちろん、こちら、バイ、前置詞ですから、後ろは名詞ですから、ネーションズ置いてみました。で、あとは複数形 S がついておりますので、オールを追加してバッチリと。と思ってみたんですが、義文をどこに入れるのか悩むんですね。もしくは、そうざっとのざっとは接続詞なので、後ろ SV っていう感じで繋がってくるはずなんですが、まあ、主語に相当するものはあるとしても、動詞がないんですね。ですから、そもそもの前提、そうざっと公文が間違っていたんですね。で、じゃあ、次の手はどうするかということなんですが、余っているのは義文です。そうすると皆さん、何かと繋げて、ああれか、っていう感じになりますかね。もちろん出だしは、これですよね。義文ざっと。接続詞でうんたらかんたらということを考慮するとということでよろしかったかと思います。ですからそれを決めてしまうと、あとは皆さん先ほどと同じでございます。エコノミック形容詞ですので、後ろ名詞グロース。するとエコノミックグロースが主語で、それに対する動詞はイズソーイーガリーということでよろしいかと思います。で、皆さん B 動詞の右側に過去分詞を置いて、次は前置詞の右側に名詞を置きますよね。で、皆さん最後に複数の S を説明するために、左側オールを置いてバッチリです。ですから正解は、given that economic growth is so eagerly sought by all nations。これでバッチリです。さあ皆さん、続いて今度は空欄2番でございます。選択肢こちらの中から一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、もちろん、空所の左がビーンでございますので、2番、3番、過去分詞に絞りますね。で、もちろん意味で考えていただいてもよろしいですし、3番、リプレイス、取り替えるんですから、後ろの前置詞は with ですよね。ただ今回は about になっちゃっておりますので、3番、ダメそうですね。ですから正解は2番のポーズドでよろしいかと思います。で、もちろん、ポーズクエスチョンでございますので、直訳は質問を置く、質問を出す。つまりは質問をするということで、意味内容上もバッチリです。さあ皆さん、続いての段落でございます。今度は空所3番。選択肢こちらでございますので、お願いいたします。で、皆さん、これはもう空所の右側に to プラス名詞が来てる段階でいけそうですね。ですから正解は2番のオブジェクションですよね。皆さん、動詞のオブジェクトが有名かと思いますが、後ろ to プラス名詞ですよね。
ウニャに対して反対するということでよろしいかと思います。さあ今度は皆さん、蔵4番でございます。選択肢こちらからお願いいたします。でまず皆さん、品詞ですが、皆さん右側プログレムズ名詞でございますので、空欄4番には形容詞を入れるべきですね。ですからその段階で削れるのは2番の名詞ポリューションですね。だと皆さん建設的に取り組んでるんですから、4番 trivial 些細な問題であれば取り組む価値がないですよね。で皆さん次の1番 negotiable、 これがつまらないという意味を知ってたらつまらない問題、それに取り組む価値はないですよね。ですからトリビアルと同じ理由で削れますね。ただ皆さん、それを知らなくてもですね、ニグレクト、無視するという動詞から類推できそうですね。ですから無視できる問題であればわざわざ取り組む必要性はないかと思います。ですから正解は3番プレッシング、差し迫った問題ですよね。でその差し迫った問題であれば取り組む価値があるかと思います。で皆さん最後はこちら下線部4番でございます。この選択肢4つの中から言い換え可能なものを選んでいただけるとよろしいかと思います。で皆さん、このフラリーが分かんなくってもコンペティティブでいけそうですね。もちろん競争力のあるという意味ですね。ですから1番ミリタリー、軍事に特定する必要性はないですね。3番もそうです、スチューデンツに限定する必要性はないですよね。で4番ボーツ、投票に関しても同じ理由ですね。ですから2番でよろしいかと思います。例えば皆さん、競争力のある企業をイメージしていただけるとよろしいかと思います。つまり競争に勝つんですよね。ですからそれだけ素晴らしい企業が存在しているということは、お金もあり力もあるということでよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。というさん、この慶応大学の理工学部の問題に対してですね、東進ハイスクールさんの公表をちょっと確認してみました。すると、こういう風に載ってたんですね。受験生が日頃見かけることのない難解な語が出ていると。この資格の2番というのは、大問2つ目。今日扱った動画でございます。そしてもう一つ別の問題、大問1なんですが、こういう単語が出題されてるんですね。というさん、今日扱った問題に出てくる単語とか、これを皆さんご覧になっていただいてですね、知らないものがあったとしたらですね、例えば受験生だったら速読英単語の上級編のようなところに行くかと思います。でもちろんそれも一つの案なんですが、慶応とか早稲田の難しいとされている単語はですね、これでございます。実は TOEIC の中であればですね、標準レベルの単語なんですね。ですから TOEIC の勉強もされている方は非常に有利なんですね。ですから本当は TOEIC なんかも受けに行っていただきたいんですが、なかなか高校生であればその時間はないかと思います。でもすでに勉強されている方はいいんですが、じゃあしてない方はどうするのかと、といった時にですね、皆さん以前からお伝えはさせていただいてるんですが、私が TOEIC の YouTube も配信しておりますので、そちらも合わせてご覧になっていただけますと、まあ毎朝3分と書きましたが、それを使って皆さん勉強していただいてもいいんじゃないかなという感じがいたします。ですからそのリンク先は概要欄に貼っておりますので、ぜひ参考になさっていただけますとよろしいかと思います。